どうも、こんにちは。黒島先生です。今日は2節飛び倒立の練習の動画です。どうぞ。2節飛び倒立は、体がまっすぐになっていないとできません。体がこういった風に曲がってしまっていると上手に跳ねることができません。体はまっすぐに伸ばしてください。手で跳ねる技ですが、足でジャンプするのと同じです。体がまっすぐになっていればまっすぐ綺麗にジャンプはできます。体がこうやって反ってると全然ジャンプできないのと一緒です。これが、倒立のまっすぐな姿勢になります。2節跳び倒立で手をつくタイミングは体がまっすぐになってから跳ねるのではなくて、倒立に上がる前に手をついて跳ねてから倒立になる、こういうイメージで行ってください。